私の名前はパク・ソンミ。北の国の刑務所に収容される25歳の囚人。なぜこんなところにいるかって、半年前、私は北朝鮮を脱出したから。捕まえたぞ、騒ぐな。もう逃げないから。中国で身柄を抑えられ北朝鮮へ戻された。脱北者は人間として扱われない。私は残虐な拷問を受けた。国外逃亡の代償は大きいぞ。そのまま強化所に収容された。北朝鮮における刑務所だ。ズタボロの状態で引きずられ。入れ、お前と同じクズ人間どもだ。クズ人間。私は他の女囚人もいるとても狭い牢獄に入れられた。ぎゅうぎゅうで8人いた。周りの囚人たちを見ると全員がズタボロの傷だらけだった。すごい傷、えぐれてる。足が痛い。どんな拷問を受けたらこうなるの。生きてるのが不思議なほどだった。そして囚人たちは異様な悪臭を放っていた。臭い、ひどい匂い。あなたもすぐこうなるわ。そう、囚人は人間ではないので風呂には入れないのだ。教科書の受刑者の日程は、日中は木の伐採に行き、夜はカツラをひたすら作るの。1日19時間労働で、睡眠時間は5時間。仕事中の監視からの拷問がひどいの。女だからって関係ない。よくも逃亡しやがったな。許してください。監視の機嫌が悪いだけでもやられる。女性に対する専用の拷問もある。てめえ態度が悪い、許さんぞ。手足を固定され、焼いた鉄棒で下腹部を焼かれたりする。さらに腹の上に板を置かれ、シーソーされたりする。一体何の意味があるのか。私たちは残忍な監視のおもちゃなの。一日中重労働でとにかくお腹が減る。だけど一食のメニューはこれだけ。トウモロコシを潰して固めたもの 150g としょっつるのみ。重労働の割に少なすぎる。これは死ねってことなの。命に関わる大怪我をしているのにろくな食事も与えられない。そのため囚人たちは常に飢えている。この人死んでる。腐るから安置所に運び出して。教科所では毎日のように栄養失調で囚人が死んでいくの。死体は囚人によって遺体安置所に運ばれ、約10体溜まるまで3日ほど放置される。死体の山だ、臭い。夏は腐乱してウジが湧く。冬は山犬に食べられることもある。まさに地獄の生活。終わりの見えない重労働と栄養失調で私もついに倒れてしまった。もう死は近い。75番、何を寝てるんだクズ。そんな状況でも容赦なく腹にサッカーボールキックが飛んでくる。お腹が空いてもう動けません。どうかご飯を。何、腹が減っただと。私の願いなど無駄だと思った。しかし。そうか、なら食堂勤務にしてやろうか。温情なのか、このような処置をしてくれた。だけどこの処置は地獄の入り口だった。おい、お前は一切食うなよ。飯を作って配るだけだ。嘘でしょ。残飯でもくれるのかと思ったのに、飢餓状態の私は食べ物を見るだけだった。これ匂い拷問で言うんだよ。そう言って笑った監視はもう人間には見えなかった。私は監視用の豪華な食事を作って配る担当だった。もうお腹と背中がくっつきそうだ。限界なんてとっくに超えていた。監視は私にべったりついてひたすら監視してきた。極限状態になった私が料理に手を出そうものなら。てめえこの豚女。容赦ない暴力。顔面の骨が砕ける音がした。その後も匂いだけを嗅ぎ続ける食堂の作業を強いられた。匂いだけで生きてみろよ。そしてついに、私はついに餓死した。どこに倒れてるんじゃ、クソ女。たくさんの食べ物に囲まれて、一体私の人生は何だったんだろう。なぜここまで人の尊厳を踏みにじるのだろう。おい、アンチじゃ持っていけ。わかりました。この国に生まれてしまったことが悪かったのでしょうか。本日の動画は以上です。ヒューマンバグ大学では人間がバグってしまう瞬間をテーマに、これからも動画を作っていきます。過去の動画もぜひ。